これはなんだ？カモネ、do you not know what you did for nuclear code because it is from the past？ 意外と大したことねえんだな。いや、単純に、長く時間の経ったソースコードってメンテナンスしないとさ、いけないのよ。いや、趣味みたいなもんだからさ、やるんだけど、アンダーナイトのソースコードって、そのゲームのね、根っこの部分は俺は書いてないのよ。その野原さんっていうかさ、野原さんっていうか、そのメインのプログラマーの人とか、他の人が書いてるから、そういうのじゃなくて、俺が書いてる部分、キャラの挙動とか、その技のコマンドの仕組みとか、その辺のところを久しぶりに見返したりした時に、何書いてあるか全然わかんねえってマジで思って 書いたのがさ、もうアンダーナイトとかだから10年ぐらい前なわけじゃん。で、10年ぐらい前のソースコードをずっと使い回してるんだけど、で、なんだろう、付け足しできてるから、もうなんだこの処理みたいなになってて、いや、さすがにね、何書いてあるか分かんねえのは結構ありますよ。汚ねえなって思いますよ。汚ねえソースコードだなって思いますね、ほんとね。はい。じゃあ、とりあえず次の質問に行きましょう。これは比較的答えやすいやつ。これわざわざ画像に出す必要あるのかっていうぐらい簡単なやつ来たな。あれ表示されない。コンカモさん、ウォッチパーティーやらないのですか？確かに。ウォッチパーティーの存在忘れてましたね。ウォッチパーティーの存在忘れていました。そのうちやります。完全に忘れていました。またみんなでニューゲーム見よう。ということで一つ。新番組も始まってきたんで、新番組の1話をみんなで見よう回でもやりますか？そんな感じでお願いします。コンカモが名前になってる。確かにね。ちょっとお便りは本当ありがたいんですね、本当。これは結構重たいやつだけど、まあ、やっていくか。あんまりね、そのゲームの攻略みたいなのは、なんだろう、良くないなって思ったりもするんだけど、そう、なんだろう、まあでもせっかくね、質問来たからやっぱ答えなきゃなみたいな気持ちもありけり。はい、続いてのお便りです。こんにちは。いつも配信楽しく拝見しています。暁を使っているのですが、いつもメルカバに苦戦しています。遠くから電光弾で嫌がらせしようとしても捕獲で抜けられてしまうし、近づこうとしてもリーチの長い技で追い払えてしまいます。自分のレベルで思いつく対策はせいぜい通常技に攻勢防御するぐらいです。何が有効な対策はあるのでしょうか。メルブラ新作などの準備でお忙しいと思いますが、お体にお気をつけてください。ありがとうございます。ありがとうございます。これはね、まず結論から言うと辛い。結論から言うと結構辛い。辛い対戦になります。おっ、ちょ、ゲーム画面どっか行っちゃった。とはいえだよ。何もないわけじゃないんで、少し俺がわかる範囲で言うか。これぐらいで見えるかな？いや、結構ね、苦しいんですよ、これ。暁。むしろこれ、聞きたい、みんなに。何がある、これ。何もないんじゃないか。